ははい皆さんこんこにちは村長です今日はですね先日からバンバン出してます社の、e、Keys 2このですねソフトができたことによって僕の開発していましたチャット GPT を使ったコード進行もしくはメロディーこれらのソフトとものすごく相性が良くなってきてですねそして なおかつ今日実験しましたらチャット GPT 自身がですね進化して僕のプロンプトをちゃんと言うことを聞くようにどんどんなってきてですね面白い状況になっていますのでそこらの連携技これを皆さんに改めてご説明したいと思いますまず先にコード進行このお話からやっていきたいと思います僕の開発した コード進行のプロンプトジェネレーター。ーこれはですね、キーを入れたり、そしてジャンル。これらを選んだりしながらですね、例えばポップス。そして BPM。この BPM はあまり影響がありませんが、一応100に変えます。そしてセクションですね。8つのセクションを選べます。ちょっと大サビなしにしてみます。こんな形で、そして8ビート。 合計の作成小説数これらがですね随分言うことを聞くようになってきてくれたって感じなんですねそして雰囲気はお任せとなっていますが明るい感じ、まあ、これもですねコード進行ですからこれが大きく作用するということはないです。そして小説のコード数は1小節に基本1個ですけれども時たまランダムになってもいい こんな風にしまして今日はちょっと歌詞のところはなしにしますそうしましてプロンプト生成というのをしますプロンプトをコピーしますそしてチャット GPT の方に来ますこれ先ほどですねテストしたんですけれどもかなり詳細に出してくれるようになっていますがもう一度見ていただきますプロンプトを貼り付けしますこのように貼り付けました そして、聞きます。はい、イントロを何小節にするかとか、こんな風に出してくれています。なかなか正確に出してくれました。この時にですね、欲しい部分だけを取るのもいいです。例えば、この A メロのところだけ。 そして文字も入っても大丈夫ですこのようにしましてコピーをしますそうしまして尊重 GPT コードプレイヤーというのがありますこれ一回消しておきますね皆さんに分かりやすいように別に消す必要はないんですけれどもそしてクリップボードから貼り付けという風にしますと先ほどの文字はなくなっていますよね 今日ままた開発の方を進めましてですね、画面にありますようにこの A メロ何小節とかいうような言葉が出てきますのでこれにも対応してプログラムを修正しましたそうしまして今度はですね全部ということにしましょうこのようにですね全てを選択しましてコピーをします こうするとどのセクションがどうということはなくなってしまうことはあるんですけれどもまあこれはいいとしましてもう一度村長 GPT コードプレイヤーに戻ってもらってですねそしてクリップボードから貼り付けをしていただきますこうするとですねすべてがコピーされました ここからなんですけれども僕のソフトで MIDI 書き出しというふうにしたらミディに書き出せるんですけれどもせっかくですので先日からもずっとご紹介していました Tex Code2 はいこれですねこれに貼り付けたいと思いますここでコピーをします Ctrl-C こっちに来まして Ctrl-V このようになるとコード進行が こうううやってままくできるようになりますツールにはテキストからコード進行以外を除去というのもあるんですがもうちゃんと処理はしていますのでこちらの方に持ってきてもよくなりますこのソフトのいいところはですね再生とかがとっても強いことです僕のソフトを上回っていますただしですね今小説と小説の間の文字ですね それがアンダーバーになってしまっていますのでそこを消してしまうことになるんですもう一度貼り付けますねはいよく見てくださいここにアンダーバーがいくつかあるんですよねこれをこのようにスペースに変えてあげないとはいこれで直りました まあこのような修正さえすればですねこれのいいところはいろんな演奏の方法ができるんですね。例えば8部音符でベース音入りというのでこれを再生しますと にでできるんですねスラッシュ E とかいうのはこれはオンコードです C オン E ということですねこういう再生がうまくできるのでこれも一つなんです僕のソフトはこのようにアンダーバーがあってもですねこれを全部自動で認識します近いうちにはこのスペースにもアンダーバーにもどちらでも対応するようにしようかなそんなふうに考えています 近いいいうちにアップデートをしたいと思いま,すまあどちらででもいいんですけれども今 Texcode2 と僕のコードプレイヤーは同じ状態になってるわけですここでベース音はいりませんそして全音符このようにしますこうしておいて DAW の方では EasyKeys を立ち上げます新しい EasyKeys ですねこっうやって、 大きいところがですね、少し課題ですよね。これでテックスコードからエクスポート MIDI。これをこちらの方に持ってきます。こうやって適当なところに入れてですね、そして先頭まで詰めてください。こんな形でですね、コード進行ができるわけです。ちょっと僕のソフトでやればどうなるかやってみましょう。この状態ですね。 チャット GPT から貼り付けた状態でここで MIDI の書き出しができるのですが僕のソフトも全音符の書き出しというのができますあとですね展開系ということで例えばドミソそれをソドミにしたりとかいわゆるあまり高低差がないようにできるというメリットもあるんですただし EasyKeys2 ということに おきましては、どちらでもいいです。ですから、この状態でコードを MIDI に書き出します。このようになりました。今、コード1という名前になっていますが、ダウンロードホルダーに保存します。皆さんの場合は、ブラウザの設定によっては、こういう保存画面が出ないでもう一気にダウンロードになる方もおられると思います。通常、 ダダウンロードをダイレクトににするるように設定されている方はそこに入りますこれで書き出しが終わりましたので Google Chrome の場合はこのような左の下にありますし Edge の場合は右の方にダウンロード中というような画面が出たりしますここでフォルダを開きますそうしますとここにダウンロードフォルダーその中にコード1という これがありますので、これをこのまま、このようにもできるわけです。テックスコード2でやった結果と僕のソフトでやった結果は今全く同じです。じゃあここからもっと良くしていくためには、もう何度もやっているから、リプレイスミデ MIDI をするだけで、グルーヴでクリアオールにします。いっぱいいろいろ出てきましたよね。で、ここで通常ならですね、 ポッップロックのススタンダーード、トトレートとかいう風にこうやって選んでいく他はタップトゥーファインドこれでやるというのもいろいろ方法はありますけれどもちょっと聞いてみましょうはいこれいいですねこれをリプレイスミディでセーブチェンジこれで出来上がりましたので聞いてみましょう どうですかこれが GPT が考えてくれたコード進行ですはい皆さんねミュージシャンの方の中にはですねなんか AI に支配されるの嫌だな AI が出したコードなんて使うの嫌だなって言われている方が半数近くいてることも僕は十分わかっていますでもですね人それぞれいろいろ考え方はあるでしょうけれどもこんな便利に 簡単にできるようになってきて、なおかつ、この Easy Keys2、これがこんなに進化してきたわけですから、こうやって投げかけるだけで簡単にコード提案をしてくれるわけです。 今、ここから第2回目、パッパッパッと見ていただきますけれども、本当に簡単です。コードのプロンプトジェネレーターでですね、欲しいセクションなどをこうやってチェックを入れましてですね、そして、まあ、ちょっと他のところは今は簡単にいきますが、D メジャーに変えてみましょう。そして、プロンプト生成。プロンプトをコピーしまして、そして、ここでもう一度チャット g p t に聞いてみます。すると ここのように回答が来ていまます。す。れをコピーします次には僕のコードプレイヤーこれでですね成形をしてもらいますクリップボードから貼り付けとしましたらちゃんとですね D のキーになっていますよね最後は A で終わっておりますけれどもこれでですね MIDI の書き出しをします。 今度はコード2、書き出せたらフォルダを開いてもらいます。そしてこちらは一旦消しまして、はい、もう一度ドラッグアンドドロップします。今度は D に変わりました。そしてフレーズも変えてみましょう。はい、これにしましょう。リプレイスミディ、そしてセーブチェンジズ、これでどうなったか。 いいですね。もちろんここからですね、EasyKeys2 の最強のサジェストコードなんかを使ってですね、ここから変えていくこともできるわけです。ようやく僕以外の YouTuber の方もですね、EasyKeys2 を解説したりしてるんですが、ちょっとだけリスラしていただきます。こんなに便利なセレクトオールと、そしてここでコードチェンジ、これをですね、 まず解説していないこと。なぜかですね、順番に選んでいくことだけ解説している方が多いということですね。そして、もっと一番重要なのはですね、コード割りが自由にできるわけです。ここでですね、チェンジコードリズムというふうに選んでおけばですね、今16小節単位ですけれども、ここでですね、もう一度提案をするとですね、 コード割りも勝手にやってくれるわけです。今度は後半部分をやっていきましょう。ここでですね、セレクトオールします。このように16小節単位で選択されるわけですけれども、ここでまた同じように、またコード分割が変わりました。じゃあ最後、ここからですね、またやってみましょう。はい。このようにですね、コード分割まで変えてくれるわけです。 そうなるとどんな風になるかこれをやってみましょうもう一度ですね選択しましてリプレースミディをします今度はどんなリズムにしましょうもうちょっと派手なのはいこれいきましょうこれで こんな感じにですね一小節のコード割りが複雑になったらですねまた一つアイデアが出てくるというふうになります皆さんはチャット GPT を使わなくても EasyKeys を買った時点でもう AI を使ってるんですそして EasyKeys を使ったのに俺は頑固として AI は使わんどということでですね このサジェストコードのような AI を使わない。そんなバカなことは僕はないんじゃないかなというふうに感じています。DTMR の方がですね、AI は嫌いだとか嫌いじゃないとか、なんかチャット GPT が出てきたからこんなふうに思っていますけれども、もう EasyBase や EasyDrama3 を使ってるその時点でチャット GPT より遺伝から AI を使ってたんですよね。なぜ今抵抗するのかがわからないし、またこれからですね、プラグインメーカーとかはもう AI を使わないプラグインなんてなくなってくると思います。そして皆さんの大好き大好きアイドトープ、オゾンも AI を使ってマスタリングしてくれてたんですよ。なぜ AI を嫌うのか僕には全くわかりません。 賛否両論のあることは十分分かって僕は話していますけれども皆さんはどうお考えになるでしょうかあまりにも熱が入りすぎたのでですねメロディーを作る方これもですねもうチャット GPT が毎日毎日進化してくれているので僕が研究しなくてもですね僕のソフトがどんどんうまく使えるようになっています。 ですからもう一つのメロディーのプロンプトメーカーそしてメロディーを奏でるこういう方は熱が入りすぎましたので次の動画に回したいと思いますぜひともこれからの DTM というのは嫌顔でも AI と協力し合いながら操られるのではなくてミュージシャン自身が操っていくそういう風にしていきたいと思っています また次の動画をお楽しみにしておいてください。村長スタジオでした。